どうも、座り込み行動の、続きでこの夜の行動にも参加してくださってる皆さんがたくさんいて本当に励まされます。ありがとうございます。今日も朝10時から雨の中、第二議員会館前でずっと行動を起こし、そして雨が上がった昼過ぎからは椅子を出してみんなで座り込みをしました。先ほど本当に悲しいね、いろんな意味での特別委員会での報告がルール聞かされたと思うんですけれども、改めて明日は、実は国会ではパリ協定の批准をことに対しての本会議があるために TPP の特別委員会が開かれることが午前中から午後になりました。そもそも TPP を推し進める前にパリ協定を進めることの方がどれだけ日本に大事なことかということは皆さんよく分かりますよね。今このパリ協定のことがきちんと国会で議論されていないということだけで、国際社会の中で日本は本当に白い目で見られているんです。だからこそこの TPP の批准採択をするということを推し進める前にパリ協定のことをもっともっと国民的議論をしていかなければいけない問題だと思うんです。だけどもそれをせずに明日その本会議を開き、その後に TPP の特別委員会を午後2時15分から総括質疑という形でやることで外務大臣が出席できるというそういう運びなんです。こんな世俗なタイトなスケジュールを組む必要本当にないと思いますよね。同時に中央公聴会というのは安保関連法制の時も開かれました。でもこの TPP それにつながるぐらい大きな問題にもかかわらず、たった2回の公聴会、地方公聴会のみで済ませようとする、ましてや参考人質疑が4回4人それぞれが呼んだからといって収まるべき問題ではないですよね。本当に今日国対委員長のところでの、自民党と民進党のところで採決が決まったと言ってますが、 TPP の特別委員の民進党の議員はあくまでも最後までも反対、審議を貫けということを言ってくれました。同時にオブザーバー参加で理事懇にできて入れなかった共産党の畑山議員は本当にこのことがね、国民的議論にならないまま審議が本当に尽くされていない中、TPP のことを批准しなくてもいいんではないかという世論が6割以上あるのに推し進めることということは許せないというふうにずっと理事会の中で言い続けています。どうぞ皆さんお願いがあります。明日はまた10時から4時にこの衆議院議員会館前で座り込み行動を続けます。同時に、傍聴に行かれたい方もいらっしゃると思いますが、2時から15分からの本会議委員会の傍聴を希望される方は委員会開始前までに15分ぐらい前までに議員弁会場へお越しください。人数が制限されていて入れない場合もありますけれども、それでも多くの人たちが議会を傍聴することによって私たちの目がきちんと向いているということを国会議員の皆さんに知らせていく必要があると思います。同時に今ツイキャス中継とかでこの国会に来れない方にお願いがあります。どうぞぜひこの TPP の特別委員の皆さんへの、抗議ファックスをお願いいたします。で、そしてですね、今200枚ぐらい届いたある議員のところではこの抗議ファックスが大きなプレッシャーになっているというふうに議員要請に回った人が聞いてきたそうです。で、私今日一つ紹介したいのが浜松の、JA 浜北というところで養豚農家でなりわいをやっていらっしゃる森島さんという方のファックスの文章です。この方は今 TPP 特別委員長になっている塩野谷龍という方が浜松の8区で、その人の森島さんが住んでいるのは浜松の7区であるんですが、同じ地域としてその養豚農家としての思いを塩野谷さんにこう書きました。今浜松ではたった50年間で私たちの地域では2軒しか養豚農家が残っていません。この地域
今2軒ある養豚農家が潰れるか潰れないか、その瀬戸際がこの TPP です。塩野屋さん、あなたのお父上だった場合、この TPP 協定には批准しないでしょう。どうしてあなたはそのお父上の気持ちを踏みにじるようにこの TPP を強権的に推し進めるのですか。私たち農家をもう壊さないでください。潰さないでください。それが今浜松に住んでいる養豚農家の強い願いです。養豚農家のこの言葉、たった2件かもしれませんが、この養豚農家の堆肥はその地域の畑を耕す堆肥として使われています。この養豚農家がなくなってしまえば、その地域の畑は大きく変わってしまいます。どこからこの堆肥を買うんですか。どこかの他の国からですか。私たちの農民は循環型農業を続けていくことで地域環境を守ってきました。それをすべて壊そうとしている TPP はやはり許せません。農家だけではなく、農業に関わる多くのなりわいが壊されようとしています。それがあなたのおじいちゃんの仕事、おばあちゃんの生活の糧だったかもしれません。どうぞ皆さん、抗議のファックス、そして TPP を批准させないと願う人たちは、激励のファックスで励ましながら批准するなという声を国会議員に送ってください。そして4日、こんな世俗な採決は許さないぞという思いで、ぜひ国会に多くの人集まってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。昼間あの座り込みの方おられますんで、昼間体が空いてらっしゃる方、一生に来られても一人にはさせません。あの座り込みの方々が皆さんを一人にはさせません。そして夕方また5時から私、あの今日座り込みやってらっしゃったんで、こっちにずれましたけど、今日あのいつもやってる衆議院第二議員会館前で、また明日も夕方5時に立ちます。祝日の3日は立ちませんけど、4日立ちます。ですから皆さん、できる限りの一生中よろしくお願いします。あの重ね重ね言います。あの本当に飲み込めないものはちゃんと拒絶の意思を示さなくちゃダメですからね。たとえ負けてもです。結果が問われです。で、確かにもう決まっちゃうんだろって言って、あのこうしてここで声を上げてることを嘲笑する向きが運動内部でもあるようですけど、あのご都合主義はやめてくださいよ。はっきり言わせていただきます。もうこの際ね、俺らと来てんの嫌いだからね、はっきり言わせてもらいますよ。だったらね、だったら特定秘密保護法が完全に決まっちゃった後の施行の2日前に官邸前講義をやってたサスプルっていう学生たちに対して同じことを皆さん言いましたか。決まってんのにバカみたいだって言いましたか。言ってないでしょ。ねえ、ご都合主義はよしましょうよ。高い確率で決まろうが何だろうが、飲み込めねえものには声を上げるのが市民の役割でしょうが、我々のやることでしょうが、納得できんのかよ、こんなこと。安倍政治許さないって言ってる人、こんな安倍政治の最たるもん許せんのかよ。安倍政治を許さない、
DVD は許さない。それが筋だろ。許してんじゃねえよ。はい、それでは